到着されるっていうか。この雲じゃね、来られんかもしれんな。途中から引き返されたんと違うか。そうかもしれん。いや、本番、しばらくだったな。ああ、しばらくでした。台湾から直行されたんですか。ああ、今日は来られるのじゃないかと思いました。ああ、ひどかったよ。雲が低くってね、海の上を張ってきたよ。それはお疲れでしょう。いや、一旦宿舎へ行かれますか。いや、団長閣下にすぐ申告する。あ、では。わしは加藤立夫、立夫である。この攻撃ある部隊、昔隊長であった部隊に再びまみれたことは誠に嬉しい。趣旨の健康を祈る。あくまでも健康を大事とするように。ここはこれ何の跡かね。シナの空軍大将の感謝だったそうです。おお、おお、ピアノまであるとは贅沢なもんだね。ああ、大将殿、今度この谷に舞台館ができたんですが、お聞かせしましょうか。おお、それは聞きたいね。あ、おい国見。あ、お前これで舞台館を敷くんか。はあ、みんなもお合唱しろ。はい、いや、私は照れるな、柄じゃないぞ。おい、引けよ引けよ。なんだ貴様、照れるな照れるな。やられ、そうか。よし、おい、みんな、そう。
かもお前暗いうちから頭の上をブンブンブン飛び回るやつがあるけん、こら一体誰だと思って窓からこう首を出したらば損が放ってけお前ブレーッと急降下してきよったとか、これがなんとうちの舞台長記じゃ。おもまったくうちの親父にはかなわんな。大長殿は最近全くハヤブサを手に入れてしまわれたな。研究もご熱心だが、飛行機を操縦する勘が天才的にすごいんだから、かなわんよ。いや、お前たちだとすぐああだこうだと文句ばかりつけるところだが、部隊長殿は新鋭機の特徴を徹底的に調べ上げて、あくまでもその特徴を生かして新しい戦闘法にまで持っていこうとなさるんだ。いや、あの態度には頭が下がる。南東の上を通って、まず仏印の通覧に突っつき、それからまっすぐこの国へ行ってみたが、あっこだ。この国の飛行場がこれは使えんよ。あそこはもう水浸しだ。ああ、それよりもこの富国島の方がまあどうにか役に立つと思う。富国島まで行かれたんですか。うん、牧場らしいものがあったが、少し程度すれば使えるだろう。あ、牛のいるのが見えたから確かに牧場に違いない。あ、しかしよく遠くまで行かれましたな。ああ、その代わりここは痛くてね。ああ、やっぱり都市かな。いやすごい弱いだな、黒島まで飛んでいくなんて。候補がしっかりしておられるんだよ。貴様とは違うね。何？帰りがけに最後にちょっと寄ってこんなもの買ってきたよ。おお。どうだ、いいだろう。何ですかこれは。え？貴様を話せんやつだな。コーヒー式だよそれは。おお、これでやるんですか。ああ。コーヒーというものは引き立てがうまいんでね。おお、そうですか。おい、みんなにとびっきり上等のコーヒーを飲ませるぞ。いや、いいですな。おい、青い。コーヒーの入れ方は難しいんでね。俺が一つ伝授せんといかんのだが。あ、ちょっと。お前、お湯をね、熱く沸かしてこい。わかるね。はい。よし、行ってこい。
県内にいる予定だ。3よって菅井集団は敵をして我が上陸作戦を起死せしめず、かつ一触を与えざるよ外戦団を援護せんとす。し、青戸部隊は12月7日日出より日没に至るまで外戦団上空を制空し、援護紹介の任につくべし。終わり。あれだけの距離を夜間の景気飛行で、しかも悪天候の中を帰るということはほとんど不可能に等しいと思います。まだ世界のどこにもないことです。悪くすれば天気犠牲になるかも分かりません。しかし山下兵団の上陸が成功するかせるかは我々の肩にかかっていると思う。その結果によっては前線局の作戦に重大な影響を及ぼす。すなわち今度の戦争の勝負の分かれ目となる鍵なのだ。今夜の式は私に取らせていただきたいと思います。俺に代わりたいという気持ちは感謝するが、アンバ隊は部隊の専任者だ。残ってもらわんと困るよ。しかし初戦において部隊長に万一のことがありましたら、部隊の指揮はどうなりますか。貴様この加藤を信用できんのか。俺はどんな困難に遭おうと必ず帰ってくる。はっ。あなたはぜひお供させていただきたいになります。お前は着任早々だから。いえ大丈夫であります。残っておっては中隊長の責務は果たせません。そう言わんでも戦争はこれから長いぞ。まあ影響は失ってね。影響は十分であります。ぜひお願いします。まあ最初からそう焦らんでもいいじゃないか。え、お言葉に従ってアンバーは残ります。しかし高田中尉はどうかお連れください。お願いします。じゃあ高田は連れて行こう。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。天候が悪くなってきたからよく注意してな。
らなくちゃならんじゃん。市長は大丈夫か？よし。おい、あ、フェリーを空へ向けろ。あ、おい、フェリーを空へ向けろ。Thank you.
隊長殿かな。おい、中道と築地が落ちたぞ。部隊長殿は見失った。高田中尉は分からん。ガソリンがなくなるが。大臣殿、お体に触るといけません。もうお休みください。あまり高田が頼むのでつい情に負けてとうとう高田を死なしてしまった。俺は人間が弱い、はあ、こんなことでいいか。山下兵団は今朝未明、コタバル、シンゴラ、パタンの強行上陸に成功したそうであります。そうか。はい。よかったよかった。それから、
ラジオによりますと、海軍はハワイの真珠湾を攻撃して太平洋艦隊の主力を全滅させたそうであります。やったか。そうか。山下兵団は戦車隊を持ってこのペラーガの橋を敵の破壊に先んじて占領戦としとる。この橋梁を確保するか戦かでシンガポールの陥落が3ヶ月は違うということだ。我が軍の軽爆隊はこの橋を破壊戦とする地上の敵機を爆撃することになったが、そうなれば敵の戦闘機は必ずやってくる。よってその援護を我が部隊に命ぜられた。しかして部隊長はその以前に本拠地を奇襲を徹底的に叩くのを要ありと断ずる。部隊は今より直ちにクアラルンプールの敵機を殲滅する。Thank you.
よっしゃ。はい。ベランダの方へ冷たいもの持っておいで。はい。あいた。やられた。大将殿も隅におけんですな。いつ頃の名前など聞かれたんです。余計な心配なんかしなくたっていい。あれはわしの部屋の給仕だよ。なんだ。がっかりだな。には花肌気の毒だが、明日の作戦は戦闘が目的じゃない。あくまでも重爆隊の援護だから、その使命を忘れちゃいかん。つまり、灰叩きでこう一つ一つ落とすのではなく、こう寄ってきたやつを内輪でこう払うんだ。こう追い払うんだよ。Thank you.
Thank you.
申し訳ありません。日頃の私の訓練が足りんためご迷惑をかけました。お詫びします。いや、そんなに言ってもらうとかえって恐縮です。あれくらいの犠牲で済んだのは全く機関のおかげです。本当によくやってくださった。全部隊感謝しております。いや、なっとらんですよ。終わり。あの日も取れ。あれほど言ったにもかかわらず、爆撃隊に犠牲を出したとは何たることであるか。日頃の訓練の足りんところがあったが、意図に反するところを部隊長は無理解である。特に敵を深追いして一番後から帰った者のごときはもってのほかである。任務のためには一気も落とさんでよい。爆撃援軍もかかるとき、実機撃墜などの戦果があったことを部隊長は非常に残念に思う。祝杯をあげようと思ったが、部隊長殿にあんなにお叱りを受けたので今日は遠慮しような。はそれに奥田中尉と若松総長もやられたし、ほら、こんな珍しい男が来たぞ。おい、みんなこっち来いよ。あ、さあ、みんなで食うじゃないか。あ、おい、国見、榎木、こっち来いよ。あ、新藤、こっち来い。おい、日中、こっち来いよ。なんだ榎木、こっち来い。司令官閣下から舞台入ろうとして頂戴してきたんだ。こりゃ大安あたりよりうまいぞきっと。お榎木、こっち来いよ。あ、さあ、江崎、食わんか。あ、おい。あ、どうした。橋がありませんから取ってきます。よしよし、それなら俺がいいもの貸してやる。まあ座っとれ。あ、さあ、これで食え。あ、でも自分の橋がありますから。そう言わんでこれで食えよ。あ、これで食うとうまいぞ。拝借します。
まいだろう。はな。はっ。聞けば奥田中は出発の際機銃の故障があったそうだが、中隊長代理の責任からそのまま出発したほど立派な男だ。惜しいことをしたな。今まで考え違いをしとった。隊長殿は続々と続く部下の戦死に対して強いてその悲しみを殺しておられることと思っていた。あるいはまた戦闘機能というものはいつかは必ず死ぬものであるという一つのストーリーを開かれたとも思っていた。そうではなかった。今の報徳に接してわしは初めて分かった。隊長殿は全てをあの中に置かれておるんだ。誠意もなく死もなく、ただただ直輸を貸し込み放題しておられる。それの他に何もない。隊長殿の偉さというか大きさというか、
それが今日初めて分かった。北斗の頃とは随分お変わりになられたと聞いておりますが。確かに変わられた。変わったというより一段と大きくなられた。北斗の当時は部下の戦死に対して明らかにその悲しみを表されている。河原中尉の戦死した時などはあの有名な資源を落とされて弔った話もあるくらいだ。いや一段と確かに大きくなられた。しかしそれまでの波は随分お苦しみになったと思う。到底我々にはできんことだ。おい、エルギー。おお、吉田。よう。あ、お邪魔します。しばらくだな。うん。おう。貴様、落下山部隊だったんか。うん。おい、同期のくせに貴様水臭いぞ。なぜ知らせなかったんだ。だから今夜神器を切りしたんじゃないか。なんだ、手ぶらでか。ウイスキーでも持ってこいよ。おう、それはうっかりしたな。うん。ここかな、おい。食い物が悪くてな、腹ばかり下してんだよ。そうか。そいつはいかんな。うん。パレンバン取ったらいくらでもやるぞ。どうせ俺たちが先行くんだから。おい、みんな食わずに少し取っとけよ。俺たちもすぐ行くからな。時にパレンバンどんな具合だ。いるぞいるぞ。戦闘機がうじゃうじゃいるぞ。危ねえぞ貴様。そうか。心配するな。とっくに俺たちの方で徹底的に叩いていたよ。もう大丈夫だ。そうか。とにかく頼むよ。降りさえすればどうにかなるんだが、降りるまでが処置なしだからな、俺たちは。まあ任しとけよ。加藤健夫というすごい親父がついているから安心だよ。うん、そうだな。じゃあ明日。ロンドン、もう帰るのか。びっくりするな貴様。だがいい、俺はこれから部下たちと総合会やるんだ。じゃあ、おお、おい、おしっかりやれよ。お、頼んだぞ。お、ロンキー坊主、さすがに緊張しとるな。俺たちと違って羽がないからな。空の上じゃ処置なしだよ。
ことは喜びに堪えないが、さらに我が部隊は虫川を遡る輸送船団の援護を行う。落下山部隊と輸送船団の連携になって初めてこの奇襲作戦が完璧となるよう、これまた一刻も揺るがせにできない。各地の武器を終わりしたい。同時出発。えのき、あ、そんな安物の機械でうまく映るかね。いや、おまけに腕も怪しいときてるわ。大将殿のは機械がいいですから腕などはいらんでしょう。何を言うか、達人は名刀を選ぶだよ。だがな、新郎、身分にはあのいいものを買うもんじゃないな。俺が内地におる時だったが、このコンタックスを汽車の網棚の上に置いていたら、揺れた弾みにガチャンと下に落ちてしまったんだ。俺は思わず、あっ、大声を出してしまったが、後でそんなことじゃいかんと思ってな。まだまだ収容が足りんと、大いに入ったもんだ。いかんいかん、榎木、こんなとこ取るとはけしからんぞ。いつかの鶏の敵討ちです。こらこら、榎木、しょうがないやつ。ああ、バラバラに帰ってくるようじゃいかんな。
大将様だ。大将殿は負傷されておらんか。うん、いや、よかった。そうか、榎木、宇田総長が火を吹いて北横へ見事に自爆したぞ。立派だった。あいつ榎木、安波大殿が大変ご苦労であった。普通用攻撃をやろうか。明け方にやっつけたらきっと敵を撃てるな。老院は戦闘機としてはギリギリいっぱいの遠距離にある。しかもその間は全て敵地だ。昼間そこを長時間飛んだら必ず敵は知ってみんな逃げてしまう。これはどうしても夜のうちに飛んでいって、ちょうど明け方に向こうに着き、一気に叩きつけてパッと帰りに限る。どうだ新道一。あ、計画としてはいいと思いますが、実際にあたってあの山岳地方の夜間飛行はどうでしょうか。しかも敵飛行場はあの山と山との間にある猫の額のようなところです。今日も見て驚いたんですが、昼間でも発見が難しいのに夜ですとどうでしょう。それは後方さえ確かならピタリと向こうへつけるはずだ。あ、そうだろなあマリエ。あ、それはそうでありますが。じゃあ後方なら俺に任せろ。月は朝になるまでにちょっと出る。それでメコン川かサルイン川を捕まえる。よし、月齢23までは自信がある。やろう。俺はあんばたちの敵をきっと打つ。命令一、本庄未明、敵戦闘隊主力は老院に位置しあること確実なり。二、戦闘隊はこの敵を地上に捕捉、撃滅せんとす。
奇数は3分の2にしておけだ。それからすぐさま親父得意の第二撃なんだ。三敵を空中に求めて撃滅戦闘するってわけさ。ところが今度は敵さんもなかなか油断をしない。めちゃくちゃに撃ってきた。とうとうやられてね。ほらここと、ここと、ここと三箇所なんだ。あ、そうじゃないですか。何、もういいんだよ。おい、えのき。よう、貴様、まだ生きとったんか。バカ言え、貴様のような新卒ライターは違うわい。何を言うか。おい、みんな元気か。うん、元気と言いたいが、またまたデングにやられてね。部隊長殿も入院しておられるんだ。そうか、あんなにご丈夫なのにな。疲れるといかんな、デングには、うん、部隊長殿もあんまり働かれすぎたからな。とにかく、あんなにめちゃくちゃに活動していては、体は続くもんじゃない。これ幸いと言っては変だが、しばらく休養させた方がいいんですね。はあ、ところが何しろああいう人ですから、病院にいても舞台のことは気上がると見えましてね。もう大丈夫だ。もう熱は下がった。退院させろ。舞台に帰らせろと、軍医にやかましく言うんだそうですよ。困るな、それは。いや、わしは帰る。しかし、団長閣下も大変心配されておられます。しばらく休養されるようにと宿舎のご用意までされました。涼しくて静かないいところです。そこでせめて2週間もご静養していただきたいと思います。団長閣下をはじめ皆さんのご好意はありがたく感じている。が静養はもう十分だ。しかし、ご無理をなさらん方が。わしはな、飛行機に乗った方がずっと静養になるんだ。明日帰ろう。部隊長殿は何時来られるって言うとった？12時だそうだ。じゃあもう来られてもいいな。あ、部隊長殿かな。いや、音が違う。音が違うぞ。
ありがとうございました。おい、早く整備にかかれ。はい、はい、はい。おい、今日はバカに待遇がいいじゃないか。大将殿、江ノ木か。マツコと久し、もういいのか。あ、申告いたします。離軍中尉江ノ木康平、入院加療中のところ、5月17日退院、ただいま復帰いたしました。通信で申告いたします。慌てて帰らなくても、もっと休んでればいいの。ああ、でも部隊がだいぶ手不足になったと聞きましたので。内地へ転出したものもあるし、伝軍にやられたものもある。ああ、わずか半年の間に部隊も随分寂しくなったよ。タバコを持ってきました。いかがですか。おお、こんな上等のタバコこれもらっていいんか。あ、ありがとう。お前は確かタバコを吸わなかったな。そうか、ありがとう。いえ、それからもう一ついいお土産があります。あいた、これかこれか、お高く買うから現場へ越せ。いやいや、それだけは私の宝物ですから。そう言わずよかせよ。いやいや、彼氏君、ひどいやつだな。私はな、明日の正午に帰るから本部へ電報打ってくれ。はい、部隊長殿は明日正午に帰られると打電します。
火水が付着したところは敵か味方かわからんようなやつがうようよしているややこしいところなんだそうであります。やりますからビルマ人の組織している義勇軍を頼むのが一番いいと参謀が言っておりました。それにうまく連絡が取れるかな。はい、義勇軍の中に一人日本の将校がいるんだそうで、それに紹介してもらいました。じゃあすまんがすぐ行ってくるんか。は、参ります。おい、クレア。は、ちょっと待て。誰か射水陣の写真を持っとらんか。はい、持っております。じゃあそれを持ってってくれ。は、俺の天幕はよく狙われる。はあ、いつもあそこを狙って爆弾を落としてくる。今日だってそうだろ。はあ、俺が飛び出した後にあそこをやられた。もし俺がいたら今頃はサンズの川を渡っていこうだ。俺は悪運だけは強いな。帰ってまいりました。おお、じゃあちょっと俺の部屋来てくれ。はあ、あいにく不在でありまして1時間ほど待っとったんでありますが、帰りませんので一応ご報告に参りました。そうか、困ったな。どこ行ったのか分からんのか。分かりません。うん、じゃあすまんがもう一度行ってくれんか。あ、そして帰ったらここへ連れてきてくれんか。参ります。うん、ドイツへ行った時ヒットラー総統のご自慢の飛行機を見せてもらったが、俺はそれに乗って少し行ってみたら大概分かったんでブーンと飛んでやった。ずいぶんびっくりしたらしいよ、向こうは。日本には無茶なやつがいるって。あれはマカロニーではない、穴の開いてないのはスパゲッティというのだが、大体スパゲッティというのはイタリアの名物だが、あれを食うときにはフォークの先へこう引っ掛けてくるくるっと巻いて食うのが、これが通の食い方だそうだ。はあ。国の方では桜鳥というのだが、スズメの少し大きいようなやつだ。それがうちの屋根に強くてね、子供の時にその巣を覗くのが楽しくてね、ひなをそっと爪に覗いてやると柔らかくてぽーっと暖かいのだ。うん、遅いな、もう1時だ。夜間の捜索は困難だから明日まで待ってくれとのことです。ああ、明日の正午までにはその成否にかかわらず必ず報告に来ると言っておりますが。そうか、いや今夜は随分苦労かけたな。いやじゃあ寝ようか。はあ、とんだ長話をしたな。Thank you.
今まで報告のないところを見ますと義勇軍の方はダメらしいです。そうか、ダメか。時間ですから出発されますか。もう少し待ってみよう。ああ、おい新藤、どうした。あ、今朝からちょっと寒気がいたしまして。どうだ、いたのか。あ、少し。ああ、これはいかん。デングだ、デングだ。帰れ。本気で帰れ。あ、しかし、もう部隊長殿もお帰りになるでしょう。ご一緒にお供させていただきます。俺は、射水順位の安否が分かるまでここにおる。体が大切だ。帰れ。デングの苦しいのは俺も知っとる。あ、しかし。命だ。帰れ。体を粗末にしていかんぞ。え、あ、人道注意、東宮基地へ帰ります。よく気をつけてな。少し待て。はが漂着したのは確かにジャングルだな。はあ、敵地ではないな。確かにジャングルであります。しかしあの様子では必ず致命傷を負っていると思います。戦死した者に違いありません。そうか。いずれにせよ義勇軍の方から何も言ってこないのは結果が悪いからでしょう。いや、そろそろ帰るか。あ。